て、やっぱちょっと疲れてしまったんですけど、でも実際にモナリザがこう近づいてきたりとか、それを近づいてきた臨場感とか、そういうのはすごく楽しかったです。モナリザのビデオを見て感情的な刺激されました。今回初めて VR を体験させていただいたんですけど、最初はどこを向いても違う世界にいてる、教室じゃないところにいるっていう感覚が初めて、美術館に入ると本当にリアルに絵が入ってたり、自分の行きたいところに自由に行けて、それを細かく解説するっていう機能も楽しかったです。私はまあ初めてですけど、でも結構なんかやりやすいって、うん、初めてそれをつけて、なんかその美術館の中に入って、なんかいろんな言語もあって、すごくなんか勉強になりました。うん、なんか母語の、あの解説もついてますか、うん、すごくなんか熱中的な。うん、やはり面白いし、うん、そうですね、いろんな美術館とか、なんか C3D みたいな場所に入れる。本物を見るとわからないところもちゃんと見えるようにしました。もう素晴らしいと思います。あの授業でこの VR を使って学生の興味もすごく引きつけるかなと思います。もちろん普段もあの動画とかいっぱい見てるんで、でも平面しか見れないじゃないですか。でも VR だと360度から見れて、イメージを取りやすいなぁと。あと、あの、授業中にまず眠ることはできない状態があって、そこが一番いいかなと思います。絶対いいと思います。はい。